あら先生、こんにちは。こんにちは。今度の週末に花束を用意してもらえますか？花束？あら、もうそんな時期？今年も行くのね、アバル村に。はい。アバル村？いつものでいいの？ニコちゃんが好きだった。今年はライラックをお願いします。ライラック？今度の彼女の命日に報告してこようと思ってるんです。やっと決心したのね、結婚。はい。ニコのことを忘れることはできません。私がもっと早く決断してこの町に呼んでいたら、あんな事件に巻き込まれずに済んだのに。そう思わない日はありません。でも私は前を向いていきたい。それでいいのよ先生。亡くなった人のために、生きてる人が人生を諦めるようなことになったらダメ。ライラックの花束、大きいの用意するわね。ニコちゃんにその思いが届くように。おめでとう。ありがとうございます。どうしてライラックの花束なの？ライラックの花言葉は大切な思い出。そっか、あの人の気持ちがニコに届くといいね。そうね、きっと届くわ。ようやく部屋も片付いたな。ここは部屋も十分あるし、家族が増えても大丈夫よ。その分頑張って働かないと。だけどな。そんなに気負わないで、みんなで力を合わせて頑張りましょう。ザビーダ兄ちゃんも手伝ってくれるよ。そうだぜ、困った時は助け合う、それがザビーダの流儀ってもんだぜ。生意気言いやがって。よし、ザビーダの流儀で頑張るぞ。ああ、ザビーダ兄ちゃん早く遊びに来ないかな。ザビーダ。ねえ、話を聞いてみようよ。そうですね、私に任せてください。大魔師エレノアと申します。つかぬことをお尋ねしますが、皆さんはザビーダとどういったご関係でいらっしゃいますか？おや、大魔師様もザビーダのお知り合いですか？ええ、ザビーダとは縁がありまして、通りがかりに名前が聞こえたものでお声かけした次第です。そうだったんですか。私たちにとってザビーダは恩人、いや誘拐魔っていうのが正しいですかね。誘拐魔ですか？もともと私ら夫婦は料理人をやってたんですがね、ある日ザビーダが現れて、半ば強引に彼らの暮らしていた家に連れて行かれたんですよ。その家にはこの子たちとテオドラさんが待っていました。テオドラさん？ザビーダの恋人テオドラだぜ。恋人？親を亡くしたこの子たちを引き取って二人が面倒を見ていたんです。でも突然連れ出されて、何をさせられるのかとこっちは驚いちゃって。するとザビーダはこの子たちに人間が美味しいと思う料理を作ってもらえないかって言うんですよ。精霊も人間と同じように美味しいと感じるけれど、作ってあげられるほどの知識も腕もないからって。そういうことならと、私たちは腕によりをかけて目いっぱい料理を作りました。父ちゃんたちのご飯はうまかったんだぜ。オイラは麻婆カレーでヒヒしたもんね。僕はトマトソースパスタが大好き。私はね、ピーチパイ。それ以来私たちは行き来するようになり、テオドラさんにレシピを教えてあげたりしました。私たち夫婦は
ゴーマに子供を奪われて、あの日まで笑うことも忘れていたんです。でもザビーダとテオドラさんとこの子たちが私たちの新しい生きる喜びになったんです。それで恩人でもあり誘拐魔でもあるんですね。精霊にも人間と同じような心があるだなんて、それまで考えたこともありませんでした。でも人間と同じ心があるからこそ、タイマシ様たちと共にゴーマと戦ってくれているんですよね。はい。テオドラさんってどんな人だったの？大好き。僕が怖くて寝れない時、手を握って一緒に寝てくれたんだよ。あったかくてお母さんみたいな匂いがしたんだ。オイラとザビーダには厳しかったぜ。ビシッてチョップされたし。それはザビーダとあんたがいつもバカやって物壊したり怪我したりしてたからでしょ。お前、オイラに喧嘩ってんのか？ゴーラ、やめなさい。とても懐かれていたんですね。ところがある日突然、テオドラさんが出かけたきり行方がわからなくなっちまって、恋人を探す旅に出たザビーダに代わってあんたたち夫婦が子供たちを引き受けたってわけか。せめてザビーダたちが戻ってくるまでは私たちがこの子たちを守ってあげられればと。前にいた町は交通の便が悪かったもので、港のあるこの町に引っ越してきたところなんです。そうだったのですね。お話ししてくださってありがとうございました。ザビーダは荒っぽいですが男気のあるやつです。もし彼が困っていたらどうか助けてやってください。この子たちのためにも。はい。でなきゃザビーダが命を懸けてまであのドラゴンを守る理由がわからない。心に傷を負った人間のお子たちと暮らせば、それだけ汚れに触れる機会も増えるでの。それでも子供たちに救いの手を差し伸べたテオドラさんだから、ザビーダは救いたいのですね。だが元に戻す方法なんてないんだろう。ない。だからあのドラゴンを殺そうというのですね。それには私も反対しません。ですがあなたのやり方は間違っています。何がだ？たとえ元に戻せないとしても、恋人だった存在が目の前で殺されるのを良しとする人などいません。ザビーダの気持ちを汲んだ上できちんと話をすれば、あなたたちはぶつかり合わずに済むじゃないですか。理屈で割り切れても心で割り切れないものがある。口先だけで納得するくらいならあいつはとっくに白角を殺している。ですが。悪いが議論するつもりはない。行くぞ。僕があの炎の力を操れたら。深き罪人よ、懺悔なさい。なぜ小声なんでふか。あなたのお連れが問題児ばかりだからです。誰一人まともに懺悔しない神聖な聖堂を何だと思っているのですか。僕に言われても困るでふ。直接抗議してくださいでふ。嫌ですよ。文句なんて言ったら絶対絡まれるじゃないですか。実は気のいい奴らと言えないのが苦しいとこでふね。なのであなたが謝ってください。なんでそうなるんでふか。とりあえずまともな懺悔が聞きたいのです。さあ早く懺悔しないと呪いますよ。わかったでふ。僕の連れが司祭様を困らせてしまったことを懺悔するでふ。
ごめんなさい。ダメだな。なんか許したくないわ。ビエーン！人として器がちっちゃいことを懺悔しろでぐー。世界はサイカの剣種って悪いやつに滅ぼされちゃうの？こら、いきなりそんなこと尋ねちゃダメでしょ。すみません、この子ったら。別にいいわよ。私の弟も好奇心旺盛でいつもみんなに質問してたから。あ、そちらの？え、僕は弟じゃ。だから世界は滅ぼされちゃうの？もしそうだとしたら？僕は滅ぼされたくない。お姉ちゃんのミートボール大好きだし、海賊になって世界を冒険したいから。それであんたはどうするの？サイカの剣士をやっつける。僕がお姉ちゃんを守るんだ。なら強くなりなさい。サイカの剣士はとても強いから。ゴーマやドラゴンよりも強いわよ。それでも戦える？戦える。そう、じゃあいいことを教えてあげる。強くなりたかったら、まずあなただけの羅針盤を手に入れなさい。羅針盤？船に使うやつ？それで強くなれるの？ええ、羅針盤を手に入れてすっごく強くなって、世界中を旅してる男の子を私は知ってる。わかった、僕も羅針盤で強くなるよ。例の島、本当に監獄島だったらしいぞ。しかもあの島で最古の剣士が生まれたって話だ。どこで聞いたんだよ。精霊に逃げられたタイマシがゴーマ病になってさ、そいつが仲間のタイマシを殺しながら叫んでたんだ。森の中だったんだけどさ、俺は必死に隠れて、あんな恐ろしい場面は初めて見たよ。タイマシがゴーマか。精霊と一緒に自分を見失って汚れを発したんだろう。聖霊が受けた衝撃は相当なものだったようだな。本当なのか？目の前でサイカが生まれたのに聖霊は取り逃がしたってことかよ。何やってるんだよ。わからんが、タイマシも万能じゃないってことだろう。老師の言う通りにしていれば救ってもらえると思ってたが、そうもいかなそうだな。ボスから伝言を預かっている。ワンジンという骨董品の収集家がなくなって、コレクションが大量に売りに出されているらしい。壺や絵には興味ないけど。だろうな。この伝言はベルベット宛てじゃない。アイゼン、あんたにだ。俺に？収集家はかなりのドラゴン研究家だったそうだ。ドラゴンに関する資料や古文書も多く所蔵していた。あんたに有益な本があるはずだとボスは言っていた。ドラゴン。委託された古物商がカドニクス港で店を出している。売り切れる前に行った方がいいぜ。カドニクス港だな。分かった、タバサに礼を伝えてくれ。
ネイルシオがサイカの剣士に襲われて町が乗っ取られてしまったそうよ。しかも奇妙な格好をした魔女が人間を追いかけては捕まえて食らったって。それがサイカの剣士なのか。魔女などとふざけおってゴーマが人間の命をもてあそぶとは許せん。大きな帽子に黒いマント、ほうきまで持って人間をおちょくってたそうなの。自称魔女のゴーマが人間狩りをしてるって。メイル潮の騒ぎが歪んで伝わっているようですね。伝言ゲームなどそんなものじゃよ。とはいえ許せんの。ほうきと黒マントだけは絶対に使わぬのがわしのこだわりなのに。よその町ではゴーマが増えていたり、タイマ氏の方たちが突然力を失ったりしたと聞きました。はい、それは事実です。この国は大丈夫なんでしょうか。よせ、タイマ氏様に泣きつくんじゃない。違う、よその町の状況を知りたかっただけだ。どの町でもゴーマの品質による混乱や危険があり、各地の行き来や物流に支障が出始めています。農作物の収穫や出荷もやや滞っていて、遠くない将来食料事情に影響が出るのは確実かと。やっぱりそうですか。よし、これで俺がやるべきことは決まった。何をするつもりだ。果樹園と野菜畑を作ろうと思ってる。幸いにもこの村はゴーマの被害も少ないし、この辺りの土は肥えていて農業向きだ。ゴーマと戦うことはできないけど、食料の供給を安定させることで俺でも世の中に貢献できる。素晴らしい心がけだと思います。私も心から応援させていただきます。そうか、農業をやるとなればやはり支えてくれる神さんが必要だな。失恋の話はもういいよ。いや、お前が仕事に本気になったのなら俺はお前の相手探しに本腰を入れるぞ。というわけで大魔師様、息子はいかがですか。すぐに結婚とは言いません。恋人から。いえ、私は仕事が恋人のものですから。ではそちらの怖い感じのあなた、どうです。誰が怖い感じですって。いや、そのすみません。わしなら彼氏おらぬ歴イコール年齢じゃぞ。結構だ、恋とか結婚とかそんなの後でいい。今は果樹園だ。果樹の芽が俺の恋人だ。わしらは木の芽いかかえ。あなたがライフセットね。うん。あなたはリーブの母だ。あの子がこのメモをあなたに渡してくれって。四つ目の素材が書いてある。リーブはどうしたの。あの子は高熱を出して動けない。12歳病の末期状態だな。そんな。町の子たちは病気が怖くてリーブを避けたけど、あなたは気にせず仲良くしてくれ。ありがとう。あの子はいつもあなたのことを楽しそうに話していたわ。おばさん、リーブの研究所を貸して。あと1個素材が分かればリーブの病気を治す薬が作れるんだ。僕が解毒してみせるから。それは危険なことなんでしょう。あの子の友達を巻き込むわけにはいかないわ。それにあの本はある人に貸してしまったの。うん。12歳病と分かった時から覚悟はしていた。丈夫に産んであげられなくてごめんね、リーブ。どうする、ライフセット、素材を探してみるか。じゃがもう時間がなさそうじゃし、そもそも最後の素材がわからん以上無意味な努力じゃぞ。うん、かわいそうだけど仕方ないわね。リーブはこうなる運命だったのよ。仕方ない。あんたが責任を感じる必要はないわ。結構親身になった方よ。もともとオメガエリクシール自体が眉唾なんだし。そんなこと。こりゃベルベット、もう少し言い方というものがあるじゃろうが。取り繕ってどうしようっていうの。これが現実よ。まあ今は辛いだろうけど、
しばらくすればただの思い出に変わるわよ。悲しみに浸れる、とっておきの思い出にね。そんな言い方ないよ。リーブはまだ生きてる。それにリーブの研究は、オメガエリクシールはきっと本物だよ。僕はまだ諦めたくない。だったら探せばいい。迷う必要なんかないわ。ベルベット失ってからでは遅いのよ。どんなに謝っても、どんなに後悔しても、後悔は思い出になんかならない。終わらない悪夢に変わるだけよ。けどあんたはまだ失ってない。友達も希望も、なら全力で捕まえて握りしめなさい。四つ目の素材を探す。ヒントはリーブのメモに書いてあるよ。探索船。最近ゴーマが各地で増えているのは、どうやら彩花の剣士ってゴーマの仕業らしい。その話私も聞いたわ。キララウス火山に巣を作って女王アリみたいに次々とゴーマを産んでるって。僕は違う噂を聞いたよ。彩花の剣士はドラゴンのように巨大で醜悪な顔の鬼ババのゴーマで、その両手には口があるらしい。鬼ババじゃと？両手に口だなんて気味が悪いわ。それだけじゃない。その両手から毒を吐き、撒き散らして毒を浴びた人をゴーマにさせるんだ。まさかそれがゴーマ病の原因なの？あくまでも噂だから本当かどうかはわからない。でも驚くのはこれからだよ。ゴーマが両手から吐いた毒を大きな板で風を起こし撒き散らしているチンチクリンの使い魔がいるんだ。実はそのチンチクリンこそがゴーマの本体で、見た目はインチキな奇術師みたいなんだってさ。そんなチンチクリンのせいで苦しんでると思うと、チンチクリンな人すべてが憎らしくなるわね。サイカの剣士ってチンチクリンなインチキ魔術師だったんだ。へえ。バレてしまったかい。仕方あるまい。鬼ババゴーマよ、あの人間どもを食ってしまえ。王たちのお兄さん、あんた相当できる剣士だな。切り合ってもないのに分かるのか？俺はただの刀鍛冶だが、刀が浮いている剣士と馴染んでる剣士ってのがいてね、剣士の腕が勝ちすぎて刀がしぼんでる場合もあるし、腕が追いつかず刀に込められた魂が剣士をなめきってなじまない場合もある。
刀を抜かなくてもわかるの？そういうのが見える場合もあるってことかな。そこのお兄さんは自分が発している気と王たちの魂が響き合っているように感じたんだ。そうか。そんなことは言われたことも考えたこともなかったな。その刀を撃った人はお兄さんに使ってもらえてきっと喜んでるぜ。俺もそういう風に自分の刀を託せるような剣士に出会いたいもんだ。それにはまず自分の腕と魂を磨かなきゃならないがね。頑張ってね。ああ、ありがとう。副長、面白い噂が届いてますぜ。復興中だった開門要塞が奇襲を受けて制圧されちまったそうです。ボーティガンが？やったのはどこのドイツだ？なんと一体のゴーマだとか。しかもそいつはランスロット・キャスパリーグと名乗って大魔師に挑戦状を叩きつけたそうです。ランスロット？それはキャスパリーグ伯爵の名です。誘拐されたっていう名門貴族か。そいつがゴーマになったか、別に目的のある語りか。おい、そのゴーマはシグレを呼び出してるんじゃないのか？ああ、特等大魔師シグレ・ランゲスとの決闘を望んでいるらしい。本物の伯爵だな。言い切るわね。キャスパリーグ伯は気位の高いお方だ。清涼に国政の主導権を奪われた挙句に、飼い犬だったシグレが特等大魔師として自分の上に立つなんて、死ぬほど屈辱だったはずだ。蘭月家が仕えてきた主君って。そうだ、キャスパリーグ家だよ。なるほど、王家の懐刀の刃は蘭月流だったんじゃな。ボーティガンを落とすほどのゴーマだ。共闘できれば力になりそうだが。共闘できればな。どう、アイゼンの旦那じゃないか。ど久しぶりだな。ドネラ、お前だったのか。ワンジンコレクションを委託された古物商というのは。ワンジンのじいさんとはど古い付き合いでな、家族からど頼まれたのさ。知り合いなのか。話し方こそガサツだが確かな目利きだ。藤林の釣り竿はこいつから買った。おお、あの壺ゴーマを釣り上げた時のか。見たところ売り物は何も残っていないようですが。うん、どたくさんあったんだがな、大勢の客がやってきて売れちまった。はるばるここまでやってきたというに、骨折り損のくたびれ損じゃの。おいドマジョ、ドネラ様をドアマク見るんじゃねえぞ。こんなこともあろうかと取り置きしておいたんだ。旦那へのとっておきはどこだい。アバロスト語の古文書さ。お前なぜそれを。この何年か清涼がアバロスト語の本をどやたらと回収してるんだ。なんだか気に入らなくってね。でもってお上が禁止するものをどほしがるのは旦那みたいなど悪党って昔から決まってるだろ。いくらだ。持って行ってくれよ。旦那らの噂は聞いてる。清涼をどぶっ潰すために役立ててくれればいいさ。そういうことなら遠慮せずにもらっていくぞ。どまいど。古文書を読むならグリモ先生の力を借りないと。こんなこともあろうかと、グリモ姉さんならわしが連れてきておる。うん、ちゃっちゃとやるわよ坊や。はい、グリモ先生。うん、ここはスニラと読むとやるべきって、スニクと読むとやらずにって意味になる。そこにかかる単語の読み方は来るよ。坊やの感覚で気持ちいい方はどっち？来るスニラ、来るスニク。
クルスニクの方が気持ちいいかな。ならクルスニクを訳すと、潰さずに取り出す、くり抜くだね。でもそうするとこれって、とんでもない古文書ね、これ。おいおい、古文書指定のお二人さん、俺たちにも分かるように説明してくれよ。この古文書は精霊とドラゴンに関する研究書よ。大昔ドラゴンを精霊に戻そうと研究した学者のね。ドラゴンを元に戻す、その方法がそこに記されているのですか？書かれているのは失敗の記録と不可能という結論。ただその片隅に気になる箇所があるのよね。白き大津のいただくドラゴンの心くり抜き地とともに、くらわば消えん精霊の加護。白角のドラゴンの心臓を喰らえば加護が消える。それって死神の呪いも消せるってこと？書かれてることが本当ならね。精霊が精霊の心臓を喰らうとな。引き笑いが止まらんの。古代アバロスト時代にはそんなことが行われていたのですか？研究の過程で加護が消えた精霊もいたって書いてあるだけだから、本当かどうかはわからないよ。真意を知りたければ試すしかないの。あんたは試すのかい？ザビーだ。どうしてここに？親切なばあさんが青空市場の話を教えてくれたのさ。あんたも警視庁とつながってるのね。俺みたいないい男、女がほっとくはずねえだろ。お嬢ちゃんたちも俺に惚れるんじゃねえぜ。ち、ないです。冗談の通じねえやつらだ。まあ冗談じゃ済ませられねえことがあるがな。てめえはやるのか？だとしたらお前はどうする？やらせねえよ。俺を殺すことになってもか？なんでそんなに殺しにこだわる？あんたは自分が死神であることを受け入れたんじゃねえのか？質問に質問で返すんじゃねえ。先に質問したのは俺だぜ。殺すことが救いになるやつもいる。俺は白角のドラゴンをやる。あ、ドラゴンって言うんじゃねえよ。あいつはテオドラだ、ドラゴンじゃねえ。話は終わりだ。次は警告なしだ。ドラゴンの心臓を喰らうことが死神の呪いを解く方法とはな。呪いを解いておめでとう。君も今日から本物の死神の仲間入り。解けば解くほど絡みつく、いやらしい呪いじゃ。アイゼンはそうするつもりなのでしょうか？私に聞かないでよ。マギルーやロクローはデリカシーというものに欠けていますから。あなたしかこのような話は、うん、はあ、アイゼン。なんだ？呪いを解くために白角のドラゴンを殺すの？ああ。ザビーダの大切な人だとしても。だからだ。だからってどういうこと？俺の答えだ。お前の答えは自分で考える。
し、なんでこんなところに。それは世界樹の葉だ。オメガエリクシールの素材。オメガエリクシールのことを知っているとはただものではないの。まあね、見ればわかるでしょ。疑われてるぞ。ぶっ倒して奪うか。いや、隙がない。こいつは手強いぞ。私が説得してみます。待って、僕に話させて。いいわ、あんたの好きなようにしなさい。その素材を分けてください。どうしても必要なんだ。あいにくこれは一つしかない。まさかオメガエリクシールを作ろうというのか、君のような少年が。うん、友達が病気で、僕はどうしてもその子を助けたいんだ。他の素材は揃っているのか。うん、最後の一つが何かもわからない。でも見つけてみせるよ。友達が苦しんでいるのに諦めたくないんだ。持っていきなさい。いいの？あなたもこれを探してたんじゃ。君のおかげで思い出したよ。子を捨てて善に尽くすのが大魔士の使命。友達のために希望を捨てない君の意志こそ我々が守らなければならないものなんだ。ありがとう。それにある研究書を解読して分かったんだ。オメガエリクシールの5つ目の素材は精霊の祈り。最下の剣士の暗躍によって精霊は多くの精霊を失った。幸い私の精霊は元のまま残ったが、そいつに命じても精霊の祈りは手に入らなかった。でも君なら。私は世界のため、親である前に大魔士でなければならないのだ。許してくれリーブ。あ、最後の素材が分かった。あと一歩だな。あの人、リーブのお父さんかもしれない。そういえば父親が大魔士と言っていたな。研究所を持ち出したのが父親なら、ここにいた理由も納得だ。しかし、じゃとするとあやつは息子を見捨てたということになるぞ。自分の子より断りが大事とは、ひどいやつじゃの。それは理性的な判断ですよ。最後の素材を手に入れられないことが分かっているわけですから。大人の断りではそうじゃろうがな、子供からしたらショックじゃぞ。リーブも悲しむよね。でもきっとあの人は苦労して古文書を解読したはずです。ここまで来るのだって相当な危険を冒して。大魔士だって全部を救えるわけじゃない。奴らも葛藤しながら生きてるってことよ。みんながみんな私みたいに勝手に生きたら世界はすぐ滅びちゃうわよ。ベルベット、正論だが自覚あったんだな。お主が大魔士をかばうとはの。事実を言っただけよ。それにもし戦ってたら殺し合いになってただな。それよりは随分マシな結果だ。いい、何が正解か私にはわからない。でももしリーブが死んでしまったら悲しむことすらできないのは確かよ。うん、それにきっと悲しみの中からだって希望は生まれると思う。生きていれば。素材は揃ったはずです。リーブの家に行ってオメガエリクシールを作りましょう。しかし最後の素材、精霊の祈りって祈るだけでいいのか？ようわからんが、ライフィセットもアイゼンもビエフもおる。全員で土下座でもすればなんとかなるじゃろう。